G1 を参照。競馬ではめっぽう強いソダシですが、ここで普段は見られない激川プライベート映像を大公開。珍しく半分だけ芝なんだよね。みんなほとんど、まあ、砂とかね、小さい石だとかなんだけど、菅井厩舎だけは半分だけを芝生にね。ソダシも人懐っこいんでしたっけ。かわいい。わあ、かわいい。あはいい笑顔。かなり頭のいい子だよね。甘えたですよ、すごく。甘えん坊。性格も可愛い。ないよ、もうポケットなもん。いちゃいちゃ。こうやってしょっちゅう遊んでくれるから。僕の遊び相手になってくれる。娘とこうちっちゃな娘が遊んでるっていう。今は大きいけど。かわいい。遊びながら食べて、いつもやるみたいですね。やんちゃですね。私が行った時もやってる。今食べる時に会話を振り回してストレスを解消する。無理に怒ったりしないで、もう自由気ままにね、させようと思ってました。させないようにするんやったら何もでもできるんですけどね。そういうのでこうストレスがたまるとあれやから、自分の好きなようにさせてやろうという、はい。以上、プライベートでもとっても可愛いソダシでした。